皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。本日はスッキリンゴ風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。Bレジェンドの初期の頃からある大人気のフレーバーになるんですけれども、ちょっと知らない方も多いかもしれないんですけど、何回かでリニューアルしておりまして、昔はねリンゴのね果汁の粉末を使ってなかったんですけれども、よりね美味しくするためにリニューアルした際にリンゴの果汁をパウダーの中にね使わせていただいております。これを使うことによってね、よりリンゴ感の風味がね再現できているフレーバーになります。1個注意点としましてはね、リンゴアレルギーがある方はちょっと飲めなくなっておりますんでね、そちらだけちょっとご注意ください。それではこちらのスッキリンゴ早速ね飲んでいきたいと思います。ビールジェンドプロテインではお試しパック販売しております。1袋198円となっております。いきなりねこう1キロパック買うのがね不安だっていう方は、こちらのねお試しパック一度買っていただいて、ご自身で飲んでいただいてお気に入りいただけるかどうかぜひご判断ください。でこのねリンゴ風味の他にも13種類のねお試しパック展開しております。そちらね、まあ、2380円っていう形でセットで買うとねお求めやすくなっておりますんでね、ぜひ一度そちらから買い求めいただければと思います。概要欄の方に URL 貼っておきます。ぜひそちらからご購入ください。でこちらのね1キロパックを購入していただくとね、こちらのね赤い袋に入った黒いスプーンが付属してまいります。こちらをねパウダーすり切っていただくと、だいたいね 30g が計量できる設計になっております。そのままシェーカーに入れてシェイクしていただくと、1回あたりでタンパク質が 20g 取れるようになっております。ぜひねこちらご活用ください。お水の方はねだいたいね 150ml から300ml のね間で飲んでいただければいいと思います。味がね濃い方がね好きだっていう方は水の量を減らして、濃いのがね苦手だっていう方は水の量を増やしてあげて飲んでください。ご自身の味の好みでね水の量を調整してあげればいいと思います。で本日はねこちらのお試しパックを入れて飲んでいきたいと思います。でお試しパックのこちらの方にはねもう切り取り線がついてますんで、もうハサミなどいらず手で開封していただけます。よいしょ。パウダーもねこんな感じですね。いつものような白いパウダーとなっております。ほのかに香るリンゴの香りがね非常にいい匂いですね。はい、入れます。よいしょ。でシェーカーの蓋を一度逆に回していただいて、カチッと言ってからしっかり逆にまた回してあげてください。泡立ちもダマももうほとんどありません。綺麗に溶けております。水に溶かすとパウダーの時よりねより香りが際立ちます。もうリンゴのね非常にいい香りがしてます。いただきます。うん、うまい。久々に出ましたね。どんなね味に近いかって言われると、リンゴをねもうそのまますりおろしてヨーグルトに入れたような感じなのかなと個人的には思います。でやっぱり実際のリンゴ粉末使うことでリンゴ感っていうのがねうまくね再現できているんじゃないかと感じました。ぜひね気になる方お試しいただければと思います。でこちらのねスッキリンゴ風味を星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しましては星2つとなります。リンゴ特有のね程よい甘み、程よい酸味っていう部分がバランスよくねこう再現できてるんじゃないかと思いますんで、星2つとなります。酸味も星2つとなります。甘み酸味のバランスがね非常にうまく取れてるフレーバーかと思います。星2つとさせていただきます。スッキリに関しまして星3つとなります。実際にねリンゴの粉末を使うことでよりねリンゴ果汁のねスッキリとした感じがうまく再現できてたかと思います。星3つとなります。クリーミーに関しまして星1つとなります。ほのかにねミルクの感じも若干感じたんで星1つとさせていただきます。甘みが2、酸味が2、すっきりが3、クリーミーが1ですね。ぜひねフレーバー選びの参考にお役立ていただければと思います。すっきりんご風味栄養成分表示ですね、1食 29g あたりエネルギー 113.4kcal、 タンパク質が 20.5g、 脂質が 1.5g、 炭水化物が 4.6g、 食塩相当量 0.2g、 ビタミン C39.4mg、 ビタミン B6 が 1.4mg となります。
水でねそのまま飲んでいただくのもいいかと思います。朝とかねヨーグルトとか食べる習慣がある方はね、スキリンゴを入れていただいて、まあ、ヨーグルトで溶かしていただくだけで市販のねリンゴヨーグルトみたいなね感じになると思いますんでね、ぜひ参考にしていただければと思います。動画のね概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼り付けておきます。ぜひそちらからご購入いただければ嬉しいです。それではね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。